第2話石切砂漠へ。やっぱ一仕事終えた後のラーメンは最高だな。相変わらずいい食べっぷりだな、ナルト。ところで例の誘拐事件はどうだった？聖火の滝に行ってきたんだろう？ああ、文字通り朝飯前ってやつだな。鹿丸が苔を見つけたくらいで盗賊連中てんで歯応えなかったし。そっか。ナルト、どうしたの？さくらちゃん。緊急の任務よ。カカシ班は大門前に集合。でもまずはその前に腹ごしらえが先だって。ラーメンなんてあとあと。ええー、だってせっかくイルカ先生のおごりなのに。おいおい、誰もおごるとは言ってないぞ。せめてこの一杯くらい食わしてくれよ。緊急だって言ってるでしょ。さくらちゃん、綱手のばあちゃんに似てきたってばよ。何を？シャンナラーやん。かかし先生、連れてきました。どうしたの、ナルト？誰だかわからないくらいブサイクな顔だよ。ブサイクは余計だ。つうか、今度はお前も参加すんのか？はい。鹿丸はすでに別班の任務についているんだな。かかし先生、次の任務2人はまだ知らないので。よし、簡単に説明するぞ。西の石切砂漠でまた一人何者かに襲われた。よってこれより現場に向かい、事件の手がかりを捜索する。また捜索？例の誘拐事件ですね。犯人について何か分かったんですか？いや、まだ犯人に直接結びつくような手がかりは得ていない。とにかく現場に向かい、手がかりを見つけるんだ。よし、任務の確認をするぞ。今回の任務は石切砂漠で発生した新たな事件の手がかりを捜索すること。現場周辺を調べて、何か見つけたらすぐに報告すること。いいな？了解。目的地はこの先ね。急ぎましょう。でもこの辺りは盗賊がよく出没する地域ですよね。いつ戦闘になるのか。大玉らせんだ。影分身の術。影分身の術。分かったわ。了解。油断は禁物だ。気をつけろよ。分かったわ。行くぞ。影分身の術。螺旋丸。影分身の術。分かったわ。了解。影分身の術。それ。影分身の術。了解。分かったわ。了勇者よ、気をつけて。歩きにくいってばよ。了解。大玉らせんなん。はあ。了解。わかったわ。影分身の術。影分身の術。了解。影分身の術。影分身の術。はあ。分かった。行くぞ。はあ。影分身の術。はあ。よっ。血が狭いから気をつけろ。皆さんも罠もありますね。気をつけろ。影分身の術。そら影分身の術。じゃあ了解。影分身の術。了解。わかったわ。影分身の術。わかったわ。了解。影分身の術。影分身の術。それこの辺りだな。貴様らこの葉の忍びだな。何者だお前ら。影分身の術。了解。影分身の術。影分身の術。螺旋丸。わかったわ。影分身の術。